そのソロ版でなんと99に進級できました。ありがとうございます。あの飛び級みたいな感じで、あのやっぱりこう家でやっぱり予習復習するのって大事やね。でなんとか足し算引き算を卒業して、まあ2桁ぐらいなんですけどね、これが3桁4桁になるとどうなるか分からんけども、一応卒業して掛け算に入ることになりました。ほんでね、これのアプリもね、99マスターソロバン120円いるけれども買いました。非常にこれは練習になるん でいつもの通りこの YouTube で先生が教えてくれます。99掛け算とはどういうの。はい、それでは99の第3章チャプター3です。この先生非常にいいですよ。ぜひね、 YouTube でマスターソロバンで入力したらこれは無料で見れるはずです。99から120円いるけど、このアプリに買うわけであって YouTube で先生の説明は聞けるはずなんで、ぜひ聞いてみます。ほんでこう面白いこと、例えばね、今これをやってみますよね。 19×6、 ちょっと待って、 30×5 は簡単やな。 19×6 をやったら16が6ってこうするね。で黒く54をね、54と。で、114。でも、僕のポルトガル語の、ポルトガル語っていうか、マリリアのそのソロバン塾では、こうするんですわ。桁の返しがね、この黒い点から、1、2、左の方行くんです。例えば 1×6 は6だからここに6足す、6×54やからこうやってこうで114、場所が違うんですわ。これが新しい発見でした。新しい発見中か、多分流派があるんだと思う。先生もいろんな教え方があるんだって言ってたから、まあそういう空手とか柔道とかね、そういうようにそろばんもいろいろあるんやなと思いました。76×8 の場合は今日習ったのではこっちの7派56だね、7派56だよね。ね、それが九ができてないっていうのに気づいて、違う56とするよね。3桁から始める。で6派48やな。8、5、40、8、6、48や。それができんのやな、ほんと。8だから、これな。だから、6、8でね、6、0、8。っていう、こういう形。でもね、ここのアプリだと、ここの黒いとこから始まるのよ。7波56だから、56。6波48だから、8、5、40、8、6、48だから、これ考え方がもう違うかもしれん。608だよね。やっぱり考え方も違うかもしれん。これ一緒やろ。そしてそんなことない。考え方も考え方は一緒だよね。そんないっぱいあるわけじゃない、このソロ版のこの玉の場所が違うだけでね、どっちが合理的かどうかは分からんわ。608ね。で最後ブラジル式、ブラジル式っていうか、ブラジルのも日本のが本部みたいですよ。ブラジル方式じゃない、日本なんだけど、多分日本の流派が違うんでしょう。67、75、76、72がパッと出てこんのよ。あかん。
ということで42だから42、まあこれは0だからもうこのまんまやな、420ということです。まあ今回嬉しかったのは99に、まあ、ちょっと飛び級っぽく、正式な試験を受けてないんですけど本部の、でも認められて掛け算しましょうということになりました。そしてこの妖怪ウォッチの鉛筆を昇級記念にもらいましたなあ、はい、以上です。また時々そろばんのこのアプリを紹介しつつ、この自分のこの感想なんかを述べていきたいと思います。以上です。どうもありがとうございました。